こんにちは中野ゼミジェロントロジー研究班です。本動画は紹介動画ということで、メンバー紹介、ジェロントロジーとは何か、私たちが取り組んでいる問題はどのようなものなのか、活動内容と様子を紹介させていただきます。現在、ジェロントロジー班では、左からリーダーの北島、道宮、そしてメンバーの明石、小林、長田、 吉沢の6期生6名で活動していますさて本題に入りますが皆さんはゼロントロジー学とはどのような学問かご存知ですかゼロントロジー学とは加齢に伴って生じる課題を扱い生涯をより良く生きるための方法を追求する学問です特に私たちは長寿時代の理想の生き方や追い方について研究しています 皆さんもご存知のように世界的に少子高齢化が急激に進みさまざまな社会課題を引き起こしています高齢化率が増加している日本で政府は従来の65歳定年に限らず70歳やそれ以降でも働ける時代だとし人材不足をシニア人材によって補う考えを示しましたこうして生き方が問い直されている一方で人生の終え方もまた問い直されているのです そんな中で私たちが取り扱っている問題として高齢者の問題と医療従事者の問題の2つがあります高齢者の問題として自身の終末期の過ごし方について話したことがない人が多いということがあります医療従事者の問題としては ACP など職務の幅は拡大しているものの十分に患者の声を聞く時間と労働力がないということがありますそんな問題を解決するために私たちは自作の 60歳からの人生ゲーム、あなたのノートを用いて、引き出しにくい終末期に関わる情報を聞くきっかけを創出し、聞き出した情報を適切に医療従事者やご家族に共有することを目的として研究しています。活動内容は、先ほど紹介した60歳からの人生ゲーム、あなたのノートを用いたワークショップの実施です。現在、国内では、 草津市,津市で国外ではアメリカのボストンにあるマサチューセッツ工科大学と連携して実施していますが今後より多くの場所で実施できればと考えておりどうすればより多くの人にプレイしてもらえるかという課題にも今年度は取り組んでいますゲームの詳細や研究の詳細についてはお気軽に長野ゼミインスタグラムアカウントに DM にて お問い合わせくださいまたオープンゼミなどでお話ししますので興味を持った方はぜひ一度足を運んでいただければと思います皆さんとお会いできるのをジェロントロジーハ一同楽しみにしています